話があるの。ここじゃなんだから屋上まで行こっか。あ、リースさんはちょっと席を外してもらえると助かるかな。え？あ、はい。あのさ、私あれからいろいろ考えたんだ。自分の悪魔としての衝動のこととか、両親のこととか、今の生活のこととか。それってさ、思ったんだけど、私魔界で暮らそうと思うの。言いたかったのはそれだけ。わざわざこんなところまで連れてきてごめんね。あなたと二人きりで話したかったから。ごめん、決心鈍るといけないからさ。あっちに行く準備ができたら連絡するね。